いや、乾杯。朝ごはん食べる？息子がね、同じパンツを履いてるんですよ。非常に珍しいよね。おっ、ビキニちゃん。てんてん。じゃあトレーラー剥がすか。ババンがね。時刻は10時です。今日は京葉道路からスタート。Here we go！千葉東ジャンクション、東金銚子、茂原方面に行きます。妻よ、はい、私たち天然の今わしって言いそうわしって言っちゃったもうあの動画も久しぶりに撮るからさ、喋りもうまく口が回らなくなってきちゃったよこれ。ラララララララ我々天然パーマファミリー、こんなに長い間車中泊をしなかった年があったでしょうか。最後にやったのはあれ3月の頭だ。3月の頭行って以来ってことは4、5、6、7、4ヶ月ぶりの車中泊ですよ。あら、ものすごい久しぶりな感じがしますね。ようやく車中泊に今出ております。ところがまあ本来当初の計画では伊豆へね行こうかなって思ってたんだけども、ちょっと今長引く雨、大雨降っていたりとかしたり、この週末の天気もね全国的に全く良くないっていうこともあったので、まあ、やっぱり久しぶりの車中泊は大好きな九十九里に行きましょうかと。ただいまいつものあの海へ向かってます。 Here we go。 さあ東金に着きました。九十九里はやっぱり我が家から非常にアクセスがいいから近いよね。ふと思いついて今から行くぞって言って行けるところだっていうのはやっぱりいいよね、便利だね。またいつものビーチを目指しましょう。さあ東金九十九里有料道路来ました。スミさん、何百回とゲート通ってるんで小銭を出すっていうのをちゃんと自分で気づいて先行して用意するとかっていうことをやってくる。チャリーン。いやー久しぶりの車中泊、非常に楽しみ。なんだったら海も久しぶりだわこれ。道理で俺のフラストレーションが溜まりまくってるわけだ。スミさん、天気予報では明日の昼まで雨降らないって言うから今日さ車中泊やろうって飛び出したのにさ、よっしゃぶりの雨だよこれ。梅雨の天気と女心は変わりやすい。誰かがそんな名言を言っていたよ。久々の車中泊はいつものここ、一宮ビーチ到着。今のシーズンはここは有料駐車場。あ、いた。よし、到着。一宮ビーチ。いやー、ようやく到着ですよ妻ね。ひとまず乾杯しましょうか。いや、乾杯。乾杯。お前ね、うん、今年の夏はねこのモバイル扇風機あるでしょ、うん、これを100ボルトで撮る、もう一回り大きい扇風機で首振りするやつでサーキュレーターにしようと思ってるの。サーキュレーターって特徴は風をまっすぐ強く送るんだよね。それが1台あって首振り、しかもねこうやって360度グイングイーンって首振りするのね、うん、だからそれを1台ここに置いてこの手のモバイルバッテリーを使えばそれ1台で実はしのげるんじゃないかなって俺的には思ってんだよね。暑さ対策。おはようございます。もちろん寝坊してます。父ちゃん早速入ります。バイ。
あ、みんなでみんなで。風がね、非常に風が強くて、何もとても荒れにくい、降りにくい。何探すの？もっと向こう行った方がカニいるんじゃない？あ、いたいたいた。青カニいたよ。うお、冷てすごい水冷て。あ、カニが見つけた。カニへい。はい、なんか捕まえた？カニ？カニ？捕まえた？おお、すごい、でっかいじゃん。ちっちゃい赤ちゃんと青が捕まえたの？やるじゃん。ああ、ばあちゃんだ。ばあちゃんかいな。青くナムシ殺せた。あ、来た来た来た。いいね、呪われる。いいね。もうビキニちゃんたくさんいますよ、千葉のビーチは。波は、まあうねりは入ってきてるんだけど、風がね、いまいちなんですよね、小鳥さん。お、ビキニちゃん。ビキニちゃん発見。コトさんは海なんで、ウェット持ってきたよ。冷たい、風も強い。小鳥さん、今年あなたサーフィン乗れるようになりたいって言ってたじゃないですか。いつ練習しましょうか。今日？そうね、人もいっぱいだし。おい、乗った。小鳥さん、わお、びっちびちやないかい。なにそれ。カニ捕まえたの？生きてるよ、まだ。待って、この子お水に入れよう。そんな弱ったカニを、あ、もう多分寿命だね。ゴー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 、いいとこいいとこ、空気ヌーホーカプー。わー、カニってさ、なんかさ、これ死んだやつを食べるって母ちゃんが言ってた。それも？天然パーマさん、はい、今日のファッションのポイントは何ですか？いい質問ですね。まず、タイダイのシャツが好きなんですけども、これ最高。やばいね、イカれてるね、スポンジボブ。あらゆるスポンジボブの中でも、ファッションポイントです。はい。そしてこちら、このパンツ。ニコっていう YouTuber がいるんですけど、普通のカツオがね、同じパンツを履いてるんですよ。やっぱイケメンのファッションはどうしてもパクられがちなんでね、まあ、仕方ないかなと思うんですけども、まあ、その辺ですかね、今日のシャツっぽさはね。あ、そのハットもいいんじゃないですか。こちらですね、はい、リトマスというブランドで、これ天然藍で染まっております。あの、なんつうの、今時の合成のインディゴじゃないです。天然藍、もうすいません、こだわり派で本物派ですね。あ、そうなんですよ。ちょっとね、一つ一つこだわってきたよね、ファッションも人生も。さて妻、ランチタイムどうしましょうかね。いや、でもトパンガだな、やっぱな。まずは空いてるー、やっほー。え、空いてない？混んでるかな？今日のランチはトパンガ。よし、あ、いいね。バーティー。
ランチメニュー、これ決まってる。私もこれ。これガーリックチキンソテー。あ、オムライスあるよ。オムライス、あ、ここのオムライス美味しいよ。で、マナコフ、マナコフ打つんだ。男だよ。そうじゃ、見てすげえ。すげてん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 、食べます。あ、それは母ちゃんの。うわ、おいしそう。取られた。おいしそう。どうぞ、いただきます。うまい。あ、もう美味しい。もくもくと。ごちそうさまでした。ビリヤード。ごちそうさまでした。ビリヤード。美味しかったでしょ。すごい。これが、あ、さっき言ったトレーラーハウスだよ。なんて素敵な場所でしょう。いろいろなんかね、ガレージセールやったり。イベントやったりしてるみたいなんだけど、こんなトレーラーハウス引っ張って旅してみてーなー。トパンがね、めちゃくちゃ美味しいんで絶対おすすめです。さあ、この僕の友達の家が実はすぐ今右手に見えてます。今回はカメラでは映しませんが、田園風景。さあ、じゃあ温泉行きますか、妻。あ、これはすごい。見て見て見て、周り。あれだよ、全部カリフォルニア工務店なんじゃないの。さて、私たちは今お風呂に向かってるんですが、初めて通るね、この道。いやー、すみ、長いこと千葉県に住んでまして、千葉のいろんなところを行ったつもりではいたのに、完全に初めての風景だね。こんな、あの、日本昔話に出てくるような風景が同じ千葉県にあるなんて知らなかった。わずか車で15分でこんな山の中に来るんだ。ラブホテルがあるよ、スミ。気になる。アンアンホテル、アンアン。さあ、到着したぞ。道の駅睦沢集いのさ。ここにね、お風呂がついてるんだよ。綺麗だね。めっちゃ綺麗で新しいね。ねえ、っていうか、すげえ混んでねえか、これ。混んでるね。俺が求めている感じの風呂じゃないな。もうちょっと違うな、すみさん。ちょっとね、私的にそんなに気が乗らない感じの、近代すぎる。今日はですね、初めて行きます。日帰り温泉、白砂。響。ここも何気にずっと昔から知ってたけど、行ったことなかったね。さあ、来ました。大きなホテル、初めて来た。それでは行ってみましょう。お風呂、白砂です。行ってみましょう。白砂、日帰り入浴できます。 Here we go。初めて来たね。行きます。日帰り温泉入りたい。いやー、温泉温泉。そう、今日私たちはこの展望露天風呂にこだわっております。高いところからね、海をね、眺めながら入れるお風呂、これを探して3000里やっと見つけました。開いた。行きましょう。それでは露天風呂を楽しみましょう。良いお湯を。いや、やばい。知らなかったとはいえ、この白子温泉エリアで一番いい温泉だった。これ1000円払う価値ありです。タオル付き。これからよく来ると思う。妻、はい、俺たち今日ここ初めて来たじゃない。このエリアで一番いい風呂だった。そうだね。展望風呂めっちゃ良かった。いやー、いいお風呂でしたね。皆さんにおすすめします。これです。日帰り温泉、白砂温泉です。
超レコメンド。さて、今左前方に見えるなんていうのカリブ海みたいなこの建物、ここはですね、もうあらゆるアイドルたちがプロモーションビデオの撮影になるスタジオですね。もうトロピカルでエキセントリックでゴージャスでソーシャルディスタンスな、そんなねエキセントリックなスタジオです。プールサイドなのに縄跳びをするとかね、グラビア DVD とかの撮影によく使われるスタジオですね。お世話になってます。なんのやねん。最後まで見てくれてありがとうございます。てて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 て